東方神社は千葉県成田市東方にある神社。もともとは民間航空のパイオニアであった伊藤乙次郎が長男の慎太郎や天才飛行士と呼ばれた山形豊太郎をはじめとする航空霊名機の巡職者を祀るため、1937年に千葉郡津田沼町詐沼の伊藤飛行機製作所の工場敷地内に建立したもので、当時の社名は 航空神社であった。ご神体は空難社8名の氏命を墨書きした寄付だ。日本の敗戦により航空業を追われた伊藤は会社の従業員とともに戦後開拓による農地開発が行われていた縁山村東方地区へ入植して農場主となった。入職からしばらくして集落内での話し合いにより神社を建てることとなり、 1953年11月23日に、航空神社が、当地に移設先座された。その際に新たに、神奈川県の二宮神社から勤労の神とされる、二宮尊徳を授かり、以来この神社の祭神としている。その後航空神社は、東方神社に名前を変え、開拓集落のうぶすな神社として、東方地区住民から信仰されるようになったが、 新東京国際空港の建設などを受け、2001年9月に伊藤都次郎の家族の要請により、三部郡柴山町にある航空科学博物館の野外展示場へ先座している。航空神社のお守りは航空科学博物館内で取り扱っている。神社は成田国際空港 B カス走路、南端 34R 付近に位置する。東方地区は、 現在でも成田空港問題の空港反対運動の活発な地域であり、神社の敷地もビーカス走路の建設予定地内にあるが、口実の紛争もあり、見栄え周知を避けるようにしてビーカス走路を北側延伸している。現在残されている建造物としては、比較的新しい石取り1基と石灯籠2基が廃されてはいるが、1.5平方メートルの小さな木造の祠があるだけで、 中にご神体はない。神社の敷地は滑走路や誘導路などの空港敷地に周りを取り囲まれている。神社へのアクセスは近くの市道から分岐し、車1台が通れる幅の1本道である。神社へ続く道及び、境内の周囲にはアイボリーに塗装された高い、スチール製の塀が二重に張り巡らされており、平城部には有刺鉄線とともに、 数メートルから数十メートルおきに人感センサが設置されている。また塀内には監視小屋も設置されており、常時警備員が境内を監視している。塀にはところどころ網目状になっている箇所があり、空港敷地側から境内が監視しやすいようになっている。また神社の敷地を取り囲むように空港内道路が敷かれており、 定期的に成田国際空港株式会社の委託を受けた警備会社の車両が巡回している。境内のほこら横には、長寿舎もあり、石製の蝶図鉢もあるが、水はないため、手口を清めることはできない。境内敷地は、今流時より、実質的に、集落住民による共有地とされてきたが、2001年に陶器上の所有者から新東京国際空港港谷への、 所有権移転投機が行われた後、空港公団により航空機の飛行の障害となる、境内の樹木の伐採が行われた。伐採当日は、空港公団、空警機動と三立下柴山連合空港反対同盟の間で衝突が発生し、反対同盟に逮捕者が出た。これに反発した三立下柴山連合空港反対同盟が、空港公団を提訴し、 この裁判に対して日本の審査翼団体関係者などが積極的な支援を行い、闘争の象徴を落としたこともあり大きく知られるところとなったが2003年に土地と記名義の回復を内容とする和解が両社間で成立した。ありがとうございます。